首都を3位の決定戦、セレブに決勝です。先ほど行われましたチームスプリント1位、2位、3位、4位はただいまのこの順位決定戦で決定をいたしました。5位から8位につきましては昨日の予選タイムによりまして順位がすでに決定しています。第5位は三重県高槻高校、第6位鹿児島南大隅、第7位岡山工業、第8位熊本千原台となっておりました。まもなく開始となります。続いての団体種目 4km チームマーシュート3位決定戦並びに決勝です。4km チームパーシュート3位4位決定戦です。こちらも昨日の予選タイムに基づきまして3番時計4番時計のチームがこの後ホームバックにスタンバイとなります。チームパーシュート団体追い抜き競争とも言われます。 4km の距離を走ります。こちらはチームそれぞれ4名の構成です。1名が最終的に離脱することは認められています。そして最後タイムは完走がフィニッシュした時のタイム、こちらが記録となります。タイム表示は最初先頭のフィニッシュで一旦止まりますので、タイムの正式発表はその後完走のタイム確認後となります。ホームスタンバイ福井県福井科学技術、武田圭介、脇本勇樹、小松原正人、岸田武史、バック二男工業岐阜県、林金次、沢木義之、清瀬弥彦、田瀬義弘です。1km のスプリント、1km 回ってくるところ、ここでは1分10秒。
っています。このようにペース変わらず。
走しました 4km チームパーシュート決勝です。ホームからスタートは奈良県新宮商用、バックからスタートは岐阜岐阜第一です。昨日の予選におきましては両チームともに大会記録を更新する素晴らしい走り、そして新宮商用が4分22秒935と、ここは4分22秒台を出しまして一番時計決勝へホーム側に乗りを上げています。決勝必勝体制で両チームともに臨みます。新宮商用と岐阜第一、お互いに予選会では食らいついてお互いに離れない、そんな新宮戦が続きましたが、岐阜第一が序盤から飛ばしています。岐阜第一序盤から飛ばしてその差を1秒から2秒へとつけていくのかという勢い、そしてお互いの様子でその位置を気にしながら、その走りを重ねていきます。序盤に1秒差をつけました岐阜第一、この後まもなく1キロのスプリット、1キロ回ってきます。岐阜第一は1分8秒、新宮商用は1分9秒、ここは岐阜第一がほぼ昨日と変わらないペース、新宮商用はちょっとこの辺り抑えのペースになるか1分9秒、そしてこの後1キロから2キロへと続いていきますが、隊列きれいに整いまして攻めの姿勢で最初から突っ込んでいきます。岐阜第一のリードが続いています。その差はさあここは1秒ついている、その差は1秒、現在岐阜第一がリードで続いています。決勝、さあそしてちょっと新宮商用ここで早くも3名体制になるのか、もう一度4名に戻った、さあ4名体制に戻った、そして岐阜第一と新宮商用ペースを少し、この辺りは意識して上げながらというところになりますが、岐阜第一がぐいぐい飛ばしていく、その差は2秒、現在2秒差がついている。岐阜第一がリード、さあここは岐阜第一が序盤から飛ばしていきます。食らいついていけるか新宮商用、現在のところその差は2秒ほどついて、まもなく2キロ、まもなく2キロのスプリット、昨日の大会記録出した記録の時には2分12秒までのペース、2分11秒、昨日のペースをさらに上回ってまいりました岐阜第一、現在のところ昨日のペースを上回って、そしてさらに飛ばしていこうというところです。岐阜第一リードが続いています。新宮商用はきっちりと昨日のペースをキープしていくような、そんな走りを堅実に重ねていきますが、攻めの姿勢岐阜第一が今のところリードをさらに広げようという勢いになっています。この差は2秒、2秒差が続いています。2秒5、現在2秒5のタイム差がついています。岐阜第一リード、そして後半へと向かっていきます。現在のところ、今この1コーナーから2コーナーへと向かっていきます。この岐阜第一がリードが続いています。決勝新宮商用下りでいけたというところですが、残り4周回、その差はさここはまだ2秒3、ほぼその差は変わらない状況で岐阜第一リードが続いています。淡々とペースを刻んでいきますが、昨日のタイムよりも速いペースを刻んでいます岐阜第一、まもなく残り1キロ、現在まもなく残り1キロに向かっているところ、まずはここは岐阜第一3分16秒でした。昨日よりも岐阜第一のペース的には2秒後の予選タイムよりも速いペースで、さあここで
が出たようです。岐阜県岐阜第一高校4分22秒998、4分22秒998、そして新生松陽4分24秒426となりました。さあ大